森望は、日本の国土交通機関。国土交通省国土技術、政策総合研究所道路交通研究部長や、国立研究開発法人土木研究所、研究調整官を経て、久留米市副市長、佐賀県武雄市生まれ、九州大学大学院工学研究科土木、工学専攻修了。1984年、建設省入省。 国土交通省国土技術政策総合研究所道路区間高度化研究室長等を経て2006年国土交通省都市地域整備局大都市圏整備課関西文化学術研究都市建設推進室長2008年国土交通省国土技術政策総合研究所総合技術政策研究センター建設マネジメント研究館2012年 国土交通省国土技術政策総合研究所道路研究部長。2014年国土交通省国土技術政策総合研究所道路交通研究部長。2015年国立研究開発法人土木研究所研究調整官。2016年久留米市副市長。2020年久留米市副市長退任国土交通省大臣官房付定年退官。 同年久留米市副市長再任。副市長として、大雨災害への対応や、台北市との交流などに当たった。また、久留米都市開発ビル株式、会社代表取締役社長として、久留米市に対する21億円の債務に対する対応なども言った。久留米市地域公共交通会議会長、公益財団法人久留米市都市公園管理センター、副理事長、 久留米水の祭典振興会支援担当副会長、公益財団法人久留米地域地場、産業振興センター理事長、公益財団法人久留米観光コンベンション、国際交流協会副理事長なども務めた。平成28年7月1日市長、定例記者会見の用子久留米シ久留米シ、公認副市長に、森氏を選任、福岡舞。 日新聞2016年6月25日森望国土交通省 ABC 令和2年4月2日付特別職の就任について久留米市長記者会見資料令和2年4月1日新児童令和2年3月31日付国土交通省国土交通省二人の特別職が就任候補久留米令和2年4月15日号キラリ クルメ2019年7月22日クルメ市、筒子の園で、台北市との交流促進に、意欲台湾で観光 PR フォーカス台湾2017年10月27日19億円、放棄で、決着式者、税金での延命に、継承リベール再建問題20.12、251時西日本新聞クルメ市地域、公共交通会議員名簿 財団概要久留米市都市公園管理センター、久留米水の祭典振興会2019年度役員、厚生年月日、公益財団法人久留米地域地場、産業振興センター理事長、公益財団法人久留米観光コンベンション、国際交流協会理事、幹事名簿、役職以外は五十音順。ありがとうございます。